今回の動画はですね、トミカ、イトーヨーカドーオリジナル、イスズ、エルフ、安心お届け便を開封したいと思います。ちなみにね、イトーヨーカドーの限定品です。値段は確か650円くらいだったと思います。普通にね、特別レアっていうわけではありませんね。はい。まあ、イスズエルフはね、別にどこのお店でもね、まあ、買えるんでね、ただこのシールがイトーヨーカドー仕様になってるだけっていう感じですね。ではね、開けていきたいと思います。はい。まあね、これ買ったのね、まあ、だいぶ前なんですよね。多分1、2週間前ぐらいに買ったんですけどね、ずっと開けてなかったんで。はい。という感じで開きましたね。あ、さっきね、側面シールって言ったんですけど、シールじゃないですね。ちゃんと印刷されてます。はい。まあ、その、ちゃんと印刷されてるとこはいいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、前面はね、普通のイスズのエルフですね。っていう感じです。でもね、イスズのロゴは入ってませんね。で、後ろはこんな感じですね。ちゃんとね、開きますね。はい。こんな感じですね。イトーヨーカドー安心お届け便と、移動販売車ってね、横に書かれています。はい、こんな感じですね。ちゃんとね、ここ、銀にね、なんかこの、なんだろう、蓋というかなんだろう、まあ、っていうところがね、銀に塗装されててリアルでいいですね。っていう感じです。まあ、650円にしてはまあまあなのかなって感じですね。